イオンシネマに出陣じゃ。ちょっと待ってください。そんなこんなこと映画館行くたびに毎回やってるんですか。そうだよ、もう気合が違うんだから。でもちょっと大事なこと忘れてますよ。何がいいか早く行くよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、すぐ戻るから。何、戦だって言ってんだろ、小梅くん。何、忘れてますよ。何を。これポップコーン。うわ、知ってます。ポップコーン知ってるよ。すごい美味しいんだろそれ。これ持ってやっぱり見た方が。映画は、映画はね、ポップコーン命。命いい、いい1個いただいて。いや、これはお断りします。いやいや、いいじゃない、行きましょう。いや大事だからポップコーンは。あ、ダメです。なんでよ。今ポップコーン喋れすって言ったでしょ今。喋れすちょっとちょよこしなさいって。これ、ね、一緒に食べる、仲良くね。うめえでしょ。生らうめえ。うん、これは気合入るね。この人、映画館見の集中力って必要だから、うん、そうそう、うん、これ見ながら見るぐらいが新解釈三国志ちょうどいいから。ちょうどいい、うんうん、そういうこれ食いながら見るぐらいがちょうどいい。ちょうどいいの。うん、ながらみがもう、ながらみがちょうどいい、おすすめ。うん、皆さんも皆さんもぜひポップコーンを持って食べて新解釈三国志楽しんでくださいね。楽しんでまいります。よろしくお願いします。お願いします。出陣じゃ。はこの劉備玄徳が大義の力見せつけてくれるぞ。三国志、それは天下統一を目指す三国の英雄たちの物語。この手で今すぐ天誅を下さん。共に平和の世を取り戻しましょうぞ。曹操が何万の兵を率いてきたと思っている。3日後対岸を攻める。敵を欺くにはまず味方から。戦において最も大切なことを申します。何かね、ネバギバ。うるせえわ、うるせえわ。どう見ても負けるでしょうよ。戦うぞ曹操軍と私は。偉そうに言うことじゃねえんだよ。出直せ。出陣じゃ。よし、逃げる準備しよう。三風よ吹け、三風吹かせてみせましょう、追い風を。どうぞご勝手に。え、サボり。80万の軍勢に3万で立ち向かえ。ドーン。超豪華キャストで送る天下無双のエンターテインメント超大作。ええやんか。行くぜみんな。私の新解釈ではこんな感じだったんじゃねえかなという。ぜひご一行ください。嘘はもうつけない。絶対やらかんな、こんな河原で死ぬの。新解釈三国志。